演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日ファミリーマートの返し醤油が決めて炙り豚焼肉の焼き鳥汁を食べたいと思います。その名の通り、焼肉と焼き鳥が一度に味わえる嬉しいお弁当ですね。これは美味しそうだ。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。おー、香りもいいです。ではいただきます。2種類のお肉で大満足です。お醤油の効いた鶏肉や豚肉が美味しいのはもちろんですが、意外と宝も存在感が出ていて、ちょんのり乗っている明太子のピリッとした食感もよく合っていましたね。特に焼き鳥側の方はいろいろ乗っていて、それが全てがご飯と合っていてとっても美味しかったです。一方豚肉はちょっと豚肉に頼りすぎて寂しい部分があったかなと思いましたね。ちょっと豚肉の側にもあのナムル以外にもう一つ何か欲しかった気もしますね。まあ、お肉がメインでお肉は美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。